演舞開演。どうも。私のつれつれない日常演舞さん。はい。ということで本日はこちら。どうも。さて皆さんもご存知の通り、自分は今までさまざまなパンを紹介してきたのですが、まあパンだけじゃないですけどね。コンビニの商品をよく紹介するんですけど、専門店のパンってあんまり紹介したことないんですよね。まあゼロっていうわけでもないんですけど。で今回ね、思いでその専門店のパンを紹介してみたんですが、どこに行けばいいのかと思いましたので、今回はこちらの Google ホームミニ先生に身近なパンを皆さんを教えてもらいたいと思います。では先生お願いします。 OK Google パン屋さん教えて。あるボンテで、ここから 2km 先、評価は星 4.7 個です。はい、というわけでそのボンテというお店に行ってみたいと思います。さあそれでは行きますよ、レディーゴー。フォカッチャってこんなに美味しいんだ、すごい、もっと食べたい。フォカッチャはもっちりとした生地にそれぞれチーズ、トマトのチーズ、ナスとカレー、キノコの具材が乗っており、もっちりとした生地とそれらの具材がたっぷり入っていて、とっても美味しかったです。特に最初のトマトとチーズのやつが、まるでお肉のゲソンが感じで、とても美味しかったです。トマトのチーズがあれだけ効いたのは良かった。そして最後に食べた低コインですが、パリッとした心地よい音とともに、アートの効いたソーセージの香りがふわっと広がって、とってもこれまた美味しかったです。ソーセージってやっぱりいいですね。では続きましては、ネット上に今おすすめしているカヌレ、みんなを食べてみてください。というかタンの隣なので、タンの隣カヌレってこんなに美味しいものなんだ、もっと食べてみたいな。カヌレは外側ちょっとカリッとしてて、あのクリームと混ざってちょっとした何か染み込んだ食感の生地があって、ちょっと染み込んだものの何味でいたかわからないんですけど、そういう味が甘くて、それがふわっと口の中に広がっていて美味しかったです。カヌレはカヌレと合ってますか。2つ目だったあんバターは一般的な種類にしてバターの程よくまろやかで、それはちょっと相性もバッチリでした。9品を食べてみたわけですが、今回の一番のお気に入りはやっぱり最初に食べたトマトとチーズのピスタチオです。あのトマトの味は簡易なピザを食べている簡易というのも失礼ですね。お手軽なまたお手軽というのもおかしい、なんて言ったらなかなか、まるでピザを食べているような気持ちだし、なのでこちらをこちらのページのその次がカヌレ、
嬉しいです。塩分減塩。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。